というわけで、つばさチャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。引き続き、筋肉マンを、動画として撮らせていただいてます。今流れてる画面がほとんど変わってないんだけど、ね、まあ、さっきほぼ動かしてなかったですもんね、うん、なんせこのドラゴンクエストタクトの時はこういう配信者じゃないんで。そうですね、ちょっとあの、うん、他の方のお勉強させていただければなりませんが、まあ、本当に日々思ってるのはもう筋肉マンで、なんか皆さんにね、はい、良い情報を与えられたらいいなと常々思ってるわけです。だから一生懸命そういうなんつうのかな、普通の配信者のような真似事をしてやってますけども。なんかどういう立ち位置ですか。うん、まあでも結構やってるからね。まあ、あ、そうなんですよ。これただやってるんですよ。やりにくい。あの、もう現在ね、1週間の段階でということでありますが、うん、そうそう、まだね、はい、全キャラ集めでは見せましょうか。あ、じゃあ現状僕のキャラクターを。そうですね、まあ基本ね、あの超人でもあのまだゲットしてない、SSR のキャラはロビンマスクとブロッケンジュニア。おー、正義超人2人これじゃだけなんですよ。へえ。あとは全部集まりました。はいはいはい、はい、サポートの方はまだね、取れてない、はい、金銀マスクとか取れてないんですよ。ああ、そうなんだ、うん、で、まあ育てるのももう僕は今超人に絞っちゃってるんですね。あ、じゃあもうサポートはほぼ手つかず。そうそうそう、だから見てもらうと分かるんですけど、現時点で超人の、戦闘力のランキングですか。はいはいはい、それが僕今ね、あ、8番になってるの。さっき6番だったんですけど、あ、ちょっと下がった、うん、ちょっと下がっちゃった。8番になってますね、うん、はい、これなんかあのあれですよねまあちょっとランキング出たから言うんですけど、うん、あの1回2位につけてたことが ありました、ありました。30万台の時ね。そう、あのこの1位の人ね、うん、あの数字が全く変わってないんですよ、ね、うん、チートですこれはもう間違いなくチートです。早く対応しよう。でもなんか僕の体感でちょいちょいこのアイコンが変わってるような気がするんだよね。どういうことだ。でね、2番、2人目がいるんですよ。はい、それはちょっと俺初めて見ましたね。だからここはまあ今後運営さんが、はいはいはい、うん、何かしら直していくんじゃないかなと。これね、どこまでやるか、うん、ちょっと桁が違うんで今ではありえない。そうですね、うん、何ことなんですよね、100万になってますから、うん、まあまあ、まあ、はい、そんな感じなんですけど、はい、まあ、このぐらいは今やってるんですよ。はいはい、まあでも今育てたもん勝ちなところはあるんで、うんうんうん、現状はね、うんうん、で僕あの今度今日はガチャについて話したいと思います。そうそう、前回言ってましたから本題ここから、はい、これまあ今同時並行している、はい、ドラゴンクエストタクト、はい、まあ、このゲームで僕は2000万使ってます。はい、2000万課金ですね。約2000万使ってます、はい、総合金額で、はい、はい、なのでまあまあガチャのことはよく知ってる部類だと思ってるんですよ。まあ一応普通の人にはガチャのことは存じてるんじゃないかなと僕も思っておりますが、うん、はい、なんでまあちょっと感覚的に喋らせてもらいたいなと。はいはい、翼君はこのガチャ、まあ今のところまだ無料でやってるんだよね。そうですね、なんかあの最初のおすすめパックみたいのだけは買ったんですけど、うん、別になんか、はい、どう思いますか。甘いなとか渋いなとか。うん、まあでも言うて僕だからその SSR か、うん、一番強いキャラたちをだから結果の200連ぐらいは、うん、まあ、最初はリセマラをしてたわけでしょ。しました、リセマラして2体出して、うん、合計200連くらいしてるはずなんですけど、うん、まあでもなんか SSR 結構揃ってるから、うん、僕体感だと割と緩いのかなみたいなイメージなんですけど、どうですか。そうだね、最初のうちは、はい、出たものがみんな当たりになってくるじゃないですか。まあね、はいはいはい。でもだん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 とあの限られてきますよね。はい、そうです、ね。こうなってくるとまあ少しきついなとは思うんだけど、まあ言って 3%、はい、うん、でまあそんなに虹が来ないなというかこの当たりが来ないなという感覚にはなんないんですよね。うんうんうん。うん、だから例えばそうですね、まあ100連とかいっぺんに今回まだ回してないんだけど、はい、まずスタンプってものがないから。はい、あのどれぐらい今回したかとかがそうですね、わからないんですよ。だからあの交換ポイントだけですか。そう、うん、で僕もあれはねもう200ポイントになって、はい、3回ぐらい交換してるかな。600連ぐらいかな、うん、みたいな。でまあもらえるじゃないですか、はい、あれ考えると200連で天井ってことですよ。まあそうですね、絶対にもらえる。これは安い。安いと僕は思います。はあ、なるほど。っていうかなんつったらいいんだろう、こういう表現って難しいんだけどねまあ、甘いだか言う甘い方じゃないかなと。天井200連っていうのは。そうか、そっちの目線ね、うん、はいはいはい、で、好きなものが選べるわけじゃないですか。あ、そうですね。で、これなんなら凸に回すこともできるわけで。もう本当に、はい、うん、だからそれを考えるとまずほら、コンプするのが楽っていう、うん、あ、絶対に200連ね。そう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 、はいはいはい、まあ、例えばほら、通常は天井ってなってくると、うん、そのピックアップされたキャラクターの天井になるけど、うん、ここは一応選べるわけじゃないですか。まあ現状で言うとこれ僕かつてのソシャゲでも思ったことあるんですね、はい、この天井を欲しいものに選べたらいいのになっていう。ああ、はいはいはい、はい、うん、これはドラゴンクエストウォークのことなんですけど。ウォークでした、はい、ね、あの防具やら盾やらはいっぱいあるんだけど武器だけが出ない、この天井を選べたらいいのにっていう、うん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 、これが今できてる状態じゃないですか。はいはいはい。だそれを考えると甘い方じゃないかなと。なるほど。もう前は200連で絶対にもらえる好きなものってのはいいと。うんうんうん。まあ今のこの1種類しかないですが、はい、このガチャで、
ほぼほぼメインクラスのキャラ出してるじゃないですか。まあかなりじゃないかなね。もう正規超人ほぼいるじゃないですか。もうあと誰出すみたいな、うん、こうなってくると一番これは心配なのは色違いがバンバン出てくるタイプですね。あーなんとかとか何々バージョン筋肉マンとか、はい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 、まあラーメンマンで言うと今度東証ラーメンマンがあるわけですね。この肩にあのバッファローマンが付けた時のラーメンマンとかもあるし、うん、まあだからいろいろありますよね。こういうバージョンをどんどん出してくるのかなとか、まあありえますね、うん、かまだまだもちろん出てないキャラクターがあって、うん、まあもうほとんどネタバレしてるからあれですけど、はい、多い争奪戦に出てきてる、うんうんうん、まあ今ね例えばザ・マンリキとかさ、はい、あのモーターマンバイクマンとかパルテノンとかさこの辺りは出てるんだけど、うん、王子たちが出てきてないんでまあこれが順番に今度ピッまあそれはきっとねもしくはご王子全員のガチャっていう形になる可能性もありますよね。確かに、うん、だからまあ今後、まあ、1週間でね、まあ、だいぶ初日2日目ってやらかしてましたけどこの上は、まあ、メンテがね、はい、だけどこのガチャがどういう風にするかで、うん、甘めでいくんであれば意外と長続きするんじゃないかと。ああだからここでいきなり回収しようとしない方がいいんじゃないっていうね。もしくはもうこの初日のやらかしで、はいまあ、多分スタートダッシュってものができなかったと思うんですね、はい、まあちょっとね残念ながらこれを回収しに来るのか、うんうん、どうかっていうところ。そうですね、はい、やっぱりこの何ですかねガチャを更新するってことはそれなりに要するにイベントが新しく切り替わるってことなんですか。まあ何か別のこの時のボリュームですよね。あイベントのボリュームね、うんはいはいはい、これが満足できれば、うん、全然いいんじゃないかと、うんうんまあ、あとはもうこの一つのイベントとガチャからガチャのこのペースがどのくらいなのかとか、はい、まあ例えばコンプ勢っていうのは確実にまあ引いていくと思うんだけどもスルーしても例えば翼くんみたいに無課金でやると決めてる人間が、はいはいまあ、今回はいいやとスルーしてもこのゲーム的に困らないのか、ね、それがいないとクリアできないとかいう形になってくるのかっていうこういうところ全てにおいて次のガチャがすごくこの大事なんじゃないか。じゃあ結構方針決まっちゃうぜみたいなところ、ね、だから思うのは、はい、今このガチャあるけど僕はハイ課金でやってきたじゃないですか前のゲームをね、はいはいはい、でも今はガチャ一旦ストップしてるわけですよね。まあそうですね、はい、うん、それを考えると今無理に貫突にしていく必要もないんですよ。ああ、そうかそうかそうか。そう、うん、でまあ一点狙いとか難しくなってくるんで、まあ、今はもう、ね、なんつうか流れで突していく形になるじゃないですか、はい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 、だけど今無理にこれを全部貫突する必要はないんじゃないかなと、うん、この次のガチャの常設をまず見ることがなるほど非常に大事だとこれはそうかそこまでここを見ないと始まらない。なるほどね、はいはいはい、ここに入るんだれば今慌ててやっていく必要もない、ね、そうかまあまあ確かにねどうせこのまま来るんなら一番いいのは例えば悪魔将軍だったら悪魔将軍を狙いながらもらえるっていう。まあね、一番万が一このまま常設で行くんであれば、これもしここで関東全部しちゃったら悪魔将軍で筋肉まで先に完全に一点狙いになるでしょ。はいはい確かに確かに、うん、だから今はそんなまあ戦闘力とか気にしてランキング1位をキープしたいぜとかこういう人たち以外はただ今チーターがいるから、そうですね、1位になれないから輝けないからこれね、うん、はい、本当に無理する必要はないと。なるほどね、思う、はいはいはい。であとね、まあガチャの演出、うん、これは翼くんはどう思いました。そうです、僕スピード感は結構好きなんですよ、うん、わーって言って、うん、まあ花道ですね、あれはデンドプロレスのね、デンデデデデンプワンのところまでは結構好きなんです、うん、その後ちょっとしょぼいと思います、うんうん、僕はね、まあなんていうかな、火柱がゴンって上がるじゃないですか、うん、あれ自体がもう演出になってそうなんだけど、うん、関係ないっていうね、割とね、うん、全ては虹なんですよ、はい、まああそこで出るか出ないかだ、うん、本来火柱がないバージョンがあってもそこからのステップアップっていうのが、ねね、ちょっと面白いかなと思うんだけど、うん、あの黄色い火柱、黄色かなあれは、ね、この辺で、うん、の道が虹色になるみたいな、まあ、そう、あの黄色はもうデフォなわけです、最初からあるわけでしょ、はい、絶対出ますから、はい、うん、あれがなんかもう少しね、青、黄色、緑、赤、うん、パチンコまあでもそういうことですよね、うん、ステップアップしても面白いし急に途中からボンと変わっても面白いだろうし、そう、急はね、うん、まあだから逆にね、通常の火柱が上がってなんですか、超人の影からいきなりそこが虹になるパターンもあるから、うん、まあ、そうですね、それがチャンスアップにはなってるし、はい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 、まあ、何のない演出からも SSR は出てくるんで、まあね、うん、なんか面白いのは驚いてる4人のねキャラクターがどういう関係性をするのかなとか、もしくはもう隠れキャラみたいのがなかなか出ることができないので、まあ、ね、はい、確定のキャラみたいのがあるのかなとか、かもしれないです、まあ、あとは本当によくソシャゲあるあるなんだけども、ガチャの演出ってそうそう変えないんですよ。まあないと思います、正直なかなか変えない、うん、今結構もう長く続いてるドラゴンクエストウォークでも1回しか変わってないですね。逆に変わってんだ。変わってます、変わってます、確定演出が出ました、はいはい、あ、そうなんだ、だからそれをね、どういう風にちょっとこの
パターンで言うと、いろいろ改良の仕方があると思うんで、ちょいちょい演出を変えてくれると、それはそれでまた面白いんじゃないかな。なんかね、まあどうせプロレスっていうのもありますから、そこのね、うん、エンタメ感あると、そうそうそう。ね、ちょっとワクワクしちゃうんですけど。あと僕ね、一つだけいらないなと思ったのは、セリフがいらないですね。出る前のあれで何が出るか分かっちゃうじゃないですか。まあでもそういうね、はい、確かにそうだけど。だったらもうちょっと、一回そのセリフ流れた後に、途中から変わって違うセリフになるとか、ああ、なるほどね。うん。もうあっていいんじゃないかな。ちょっとパチンコっぽくなっちゃうな、広い。まあでもやっぱパチンコの演出がね、演出結局ちゃんとことですよ、ね、そこを見てるんですよ、みんな。はい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 、うん。だからちょっとそういうところを細かくやっていくと。まあなんか変わ、ね、うん、飽きないことがあればね、まあちょっと難しいかもしれないですけど。そうそう、まああとは、まあ今のところはね、はい、意外とこの、なんつか無料ジェムっていうのも溜まりやすいし、うん、まあ2500ジェムが、うん、なんつかね、安く感じる。まあ、あれ気づけばガチャできるぞっていう、まあ確かに今のところはポンポンやってますから、うん、ただね、まあ、最後もうこれは最後ですよ。一つだけ僕は課金者として言いたいことがあるんですけど、はい、まあデイリーパックとか、はいはい、いろんなパックが売ってますよ、うん、ここを買うときに別課金にしないでほしい、うん、別課金にしないでほしい、うん、あのジェムと一緒にジェムを買ったら全てを買えるようにしてもらいたい、ね、ああなるほどね。なぜあそこだけ、はい、細かく生産しなきゃいけないのかなっていう。あまあ、これ履歴がすごいことになっちゃうわけですよ。120円、300円、400円。そう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 。ここをなんで。ああ、なるほどね。僕はこのタイプ初めてなんですよ。まあ、ね、そんなにあれですから、もうジム買ってたらその優勝ジムで全部できてたり、うん。そうそう、優勝と無償が、しかもこの中もあるわけじゃないですか。そうですね。なんであのパックだけは別に。ああ、なるほどね。細かく買わなきゃいけないのかなっていう。それがすごく中途半端じゃないのかな。課金者としてはまとめてさせてくれよっていう。そうなんですよ。なるほどね、そうすればもうそこで、計算して、まあね、うん、全部じゃあこれでいってって言ってみたいな、そうできるのでね、あと、はいはい、他にスタミナに回してとかで、うんうんうん、だからちょっとなんかえっと思うことが、はいはい、まあ、いくつかあったかなっていう。だからこれがまた本当次の更新がまずね、うん、どうなるかっていうのがポイントだと思います。それでピックアップガチャ来てからっていうところからですね、うん、現状別に本当にね、他の配信者さんみたいにさ、いろいろゲーム画面見せたりとか。だからこれあのガチャのこと言ってる時はガチャの画面開いてんのかなと思ったら、めちゃめちゃずっとここだけど、ほんと一個も動いてない。これが私あの不慣れなもので。まあそうですけど、うん、何のための画面録画。くれぐれもちょっとドラゴンクエストタクトの方の動画は見ないでほしい。普通の配信はバレちゃうから。何を言ってらっしゃるか、ね、うん。まあそんな感じでやっていきたいなと。はい、そうですね。で、まあごゆるりとよろしくお願いいたします、ね。今週は一週間、今週のこの出てくる筋肉マンの動画は一週間振り返ってという、うんうんうん、ちょっと。そうですね。まあ、もしなんか新情報出てたら、それは僕は単体でパチンっていきますんで。うんうんうん、やっていきました。この中で、まあ、はい、改めてまとめ撮りなんでね、はいはいはい、ということでございます。はい、サイドマーザーした。翼チャンネル。チャンネル登録してくれよ。な、な。チャンネル登録してくれよ。な、な。